レッグブラントの荻野と申します。今日の漫談はですね、ちょっと不思議な漫談をしたいんですけども、ちょっとですね、私ちょっとずーっとですね、旅しておりましてですね、だいぶ旅したんですね。ちょっとじゃらしいんですね。だいぶ旅をしてこう歩いていたんですよ。だーっとですね、歩いてましたらですね、宇宙人がですね、ブエーっと降りてきまして、ブエーっと喋るんですね。で、私はですね、ハートボイス、ボイス、ボーと言いましたらですね、UFO がブヤーっとこう飛んでいきましてですね、サイアントの地にポッと行ったんですね。で、そんなそうこうしているうちにですね、わーっとこう、漫談してまして、ずーっとこう喋ってたんですね、わーっと。喋ってた時にですね、ドワーッとしてたらですね、こっからですね、ザーッとこう、綺麗な山が見えましてですね、その山にこう、私、お祈りしたんですよ。そしたらですね、山がですね、ウィーンと回転しましてですね、そこから山からベーンと言って、ここから UFO がですね、ウェアーっと飛んでいたんですね。不思議ですね。山から UFO が飛んでいって、どうしようかな、どうしようかな、いうことで、また最果ての星に向かってですね、私、地球からですね、ブワッとボロボロって喋ったらですね、UFO はですね、ブワーッとこう降りてきましてですね、宇宙人がブワーッと来ましてですね、で、私はですね、ベシビスボーザーズビシーと喋りましたらですね、宇宙人がフェンフェンフェンと言いながら、ブワーッとなって UFO 乗って最果ての星に行ったんですね。まあ、そういうふうな、ちょっと漫談なんですけど、まあ、今日は簡単な漫談ということで。